府奈良県産業振興総合センターという研究機関から来ております薩本と申します。奈良の素晴らしいお酒の発祥の地であるところを感じていただいて、今日一日楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。菩提線、はい、はい、利き酒セット500円。いただきます。うまいっす。ああ、酒弱いから酔ってくるわ。どこがどこがやね、誰がどの口が言うとんねん。後でカス汁屋さん行く、うん、そうや、2人で撮って、でうまいじゃん、ふんじゃんじゃん、美味しい、これがなんやかんや。ほら、撮ってるで。はい、杉の日室でーす。奥田さんは？私はじゃあ、八田ガラス。八田ガラス、はい。はい、八田ガラス。乾杯。やったわーい。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤーな。全然違う。甘いね。甘いですよ。甘い。あ、でもグッとくるのが。うん。私のおでんが。ええの？200円ぐらい。カス汁。30分働いたら稼げます。いい稼ぎやな。よかった、うん、いや、ほんまに私なんか今日晴れ晴れしくて、晴れ晴れ朝起きた時から、ほんまや、